じゃあいいですか、はい、はい、じゃあお願いします。ミスブランニュークルーズの、あ、なんか言いました、違う違う、なんだっけ、フライデー、フライデー、絶対わざとやってますね、絶対わざとやったフライデー、フライデー、ブランニュークルーズの、はい、もういいですか、もう一回、フライデー、ブランニュークルーズの皆さん、合ってます、お聞きになってる皆さんだね。どっちでも大丈夫です。フライデーブランニュークルーズの皆さんって言ったら、青木さんたちの、あ、そうだそうだ、お聞きの皆さんですね。そうですね。どうもよろしくお願いします。お願いします。デブさん、はい、ね、3回目です、このシリーズは。うん、去年の7月、10月、そして今回です、うん。はい。まあね、なかなかオファーが来なかったんで、違います、違います。金の話も一切したことないのにね。あの、なかなか来ないんで、あ、もう必要じゃないんだなと。はい、あ、じゃあいいですよと、あの、うん、俺の悪口言った話をまたその話を思ったところに、せっかく青木さんやっとね、はい、声かけてもらって、今日はもう、プロ野球ニュースだけで、はい、ほとんど寝れてなくて もう気合十分でギャッていきました、はい。まあ、あの、これ全5回ぐらいに分けてですね、ええ、デーブさんの弟さんも聞いてくださってますから、そう、青木さんの悪口ね、ええ、俺に対する悪口言ったっていう事件も聞いてくれてますからそれもあのこの放送上絶対カットさせないんであの、もうよくデーブさんへの質問もね、あの、お答えいただきますんで今日は、ええ、そうです、楽しみにしていてください。僕もだってこれ毎日聞いてんだから。いや、毎日やってない、やってない、金曜日金曜日だけです。それでフライデー今ですか、今ちょっと本当に言ってます今。でも、あの、うちの常連の岸谷とか菊池が、ええ、聞くか聞いてるでしょ、これすごい聞いてます。なんで聞けんですか、茨城の放送入んないんでしょいや、何回もあのスマホで聞けてるんです。これ平たい携帯で。そうです、ちょっと後でお教えしますから。いらないです。でも絶対聞く気ない、聞く気がないんですよね俺平たい携帯は基本的にも出る喋る、あ、そうですか。で、その、それが時間がないときに LINE が来たやつは LINE 返すっていう。で、トイレ入ってるときに Yahoo ニュース見るってしかもう使いようがないですいや、でもまあ、じゃあ今度、実際スタジオにお越しいただいて。そうですよ。ね。ね。はい、お正月とか。生放送？生放送に。あ、いいですよ、うん。俺でいいですよって。俺でよかったらもう、ぜひお願いします。喜んでるんですよ。なかなかオファー来ないから。オファーなきゃいけないんですよ。そう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 。飛び入り、飛び入り行きましょう。いいんでしょ、行きましょう。だって8時間ぐらいやってるんでしたっけ、はい、放送やってます。7時間ぐらいやってます。冗談言ってたの本当？行かないそのちょっと行っただけでもいいんですけど、ちょっとでいいでしょ、ちょっと2、3分、うん、10分ぐらいはいやいや、俺が 2,3 分で収まりますか放送禁止用語はダメでしょ、まあ、なんとか大丈夫じゃないですか、ね、っていうね、そのぐらい緩い感じがいいじゃないですか、はい、そうですね。普通にさ、うん、なんか俺が日本放送やってる頃に解説したのとか、はい、うん、っていうトークはそれはもうありきたりなことを言いますよ。そうですか、言える範囲でギリギリね、はい、もうそのやっぱりこういうのを聞いてる人って、うん、まあ、ぶっちゃけマニアックな人でしょ。そうですね、パルルン聞いてくれ、パルルン、番組名パルルンじゃなかったんですか。パルルンは放送局の名前で、え、ちょっと今ですかちょっと、え、あ、そうなんですか。いつもあのデーブさん最後ね、あの、肉蔵デーブで分かるときパルルーンっつって書いてるんですよ。そう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 、番組の名前だと思ってた。そう、違うかFM パルルンっていう放送局の金曜日にやってるんで、フライデーブランニュークルーズっていう番組です。なげえなタイトル、うん、何ですかブランニュークルーズ、クルーズ、まあ、乗組員、うん、そんな感じです。はい、私一応船長。新しい乗組員ってこと。新しいブランニューってなんですか。ブランニュー、真、まあ、新しいクルーズ旅、船の、新しい船の旅。そうです。何年やってるんですか。17年。古いだろそっか、古いんだ。もう古いですね。タイトル長いわそれ。古かったもん。ブランニューじゃないんですね。あの、金曜の青木ってのはどうですかダサいですねでも、あの、リスナーさんが内緒で肉蔵デーブに食べに来たりしてるんですよ。何その上からになっちゃうの、そういう時。いや、逆を紹介してるみたいな。いや、違う、そんな意味じゃないですよそんな意味で言ったんじゃないのね。もうみんな肉蔵デーブさんに行きたい行きたい言ってて、今ちょっとコロナだからですけど、でもそんな中も来たりしてるみたいですよ。なるほど、はい、うわ、嬉しいね、それ、人ってつながりですもんね。そうですね、人脈、はい、ね、それがやっぱり一番でしょう、うん、そうですね、それをやってるわけですもんね、はい。放送7時間も何喋るんですか。いろいろ喋ることがあるんですよね。本当にやってるんですか、生で。6時間半ですけどね、正確に言うと。生放送で
でもやっぱりまず三笘で行って1時間2時間喋って帰ってくるよりは、うん、三笘で行ったらやっぱ7時間ぐらい喋って、いやいや三笘で行ったら1時間喋って水戸のどこかでご飯食べて帰るとか、はい、あ、まあ何時からやってるんですかこれ。朝の7時からです。早いですよ、はい、で当日入りの当日帰り。そうですね、朝の4時半に出てで、はい、6時に着いてみたいな、はいはい、そうなんですか。はい、何やくん。はい、大丈夫ですよ。うん、森田やってます。じゃあ森田行こう、はい、言っといて。はい、飯行くっていう話です。今のあの今うちのあの地下でやってるから、はい、それで今息子が飯行きますよ。そうそう、飯行きますかっていうことなんで、じゃあ飯行きますか。行きましょう。じゃあよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。さあ行きましょう。はい、パルルンって番組じゃないですよ。